はい、それでは早速、54ブラックガードレプリカの、音を、聞いていただきたいと思います。まず最初にセッティングをお伝えします。僕の方はですね、フェンダーのデラックスリバーブにつないで、アンプチョコでつないでます。ボリュームが6、トレブル7、ベースが5というような感じです。バンズ&フリークさんの方はですね、ツイードの、プロアンプにつないであります。トーンはフルアップ、ボリュームが 8か9の間ぐらいですかねっていう状況です。でバンズ&フリークさんの方はですね、エフェクターのノリっていうのもちょっと聞いていただこうと思っておりまして、いつものターギーオーバードライブを接続してあります。じゃあまず最初にですね、ちょっとクリーンのトーンどんな感じなのかっていうのを弾いていただきたいと思うんですけども、お願いします。はい、ってな感じで、結構やっぱ音の粒がですね、太いなというふうに思うんですよね。あとベースの出方がものすごくいいかなっていうふうに思いますけど、いかがですか、弾いてて。そうですね、結構やっぱりローの出方がガツンと出てる感じですね。今それは、リアのピックアップということですね。はい、でフロントは、甘い音がします。ね、テレのフロントってね、結構使いづらいっていうふうに思ってる方多いと思うんですけど、ここまでジューシーだったら全然使えるんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。でちょっとなんかガツンと歪ませてみましょうか。ぐらいな音ですよ。もうほとんどテレキャスとは思えないという音域に近づいてますけれども、これあれですよね、フロントだとどんな感じですか。っていうような感じですね。でこれアンプ変わるとどうなるのかっていうことで、僕の方もちょっと弾いてみたいと思います。まず僕はフロントですね、これ。フロントの音ですね。リアにしますと、個体差ですかね、アンプの差ですかね。ただまあやっぱり6弦とか5弦の音がこう全体にこうまとわりついてるような太い感じの音はしますよね。やっぱり多分ウェイトはですね 3.6、 そっちは少しじゃあまあ 3.5 ぐらいじゃないですかね。まあ普通ぐらいの重さですね。多分、まあ一般的な今売られてるテレに比べると少し重めという、ここら辺も関係あるのかなというふうに思うんですけども、でちょっとちなみにですね、いわゆるレギュラーのバンザントのテレビがどれぐらいの音なのかっていうのを、はいはい、これはバンザントフリックスさんの私物なんですけども、ちょっと聞き比べをしていただこうと思います。はいはい、まあローズ指板だというような意味でちょっとだいぶ違うは違うんですけれども、弾かれててどうですかね。クリーンな音とかって全然違う。軽いですね、音が。もうちょっとなんか欲しいなって感じですね。まあやっぱり、
違いがやっぱりありますなと。こっちはやっぱ軽やかですね。そうですね。あのフロントはどうですか。フロントエフェクターの音を聞いてみましょうか。ちなみにですね、先ほどエフェクターいろいろつないでみました。ファズ、それからオーバードライブ、VOD808 とかですね、つないでみたんですけども、やっぱギターのパワーがありすぎてですね、あまりエフェクターかけてもなんかパッとしないなというのが正直な印象です。で、唯一このターギーオーバードライブだけが割とジューシーな音がそのまんま出てくるような感じだったので、そちらの音ちょっと聞いていただきたいと思います。はい、じゃあオンにして。いかがでしたでしょうか。54年テレキャスターのレプリカ、本気で作ったらこうなったっていう感じでございますけれども、今日はですね、これ、まあ、ご紹介したのは、2本弾かせていただきましたけれども、全部で6本ご用意があるということで、でお買い上げいただくとですね、ここにありますようなスペックのシートと、そしてこちらに保証書っていうんですかね、サティスケートですね、証明書みたいなですね、はい、ここにはそのビルダーの入院さんのサインがしっかり入っているというのが、これだけでも貴重なものだなと思うわけですね。ちなみにお値段はこれいくら、これ税込みで30、これじゃないですよ、あ、こちら32万8000円になります、はい、以前の、ご紹介したストラトキャスターの時とプライスは同じだということで、はい、かなりお得な、お得かどうかちょっと何でも言いますけど、僕的にはかなりお得な感じ。いや、僕から見ても、このサウンドでこのスペックでっていうことであれば、ね、内容を考えていただけると、いいんじゃないかと思いますので、はい、まあ、6本しかありませんので、もしかして、問い合わせを早めにしないとあっという間になくなってしまうかもしれません。ぜひお問い合わせ、ギタートレーダーズさんの方へどうぞ。というわけで今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。